こんばんは、竹下敦です、今日はですね、いただきましたリクエストにお答えして、あれ、小道具がどっかに行っちゃった、どうだった、はいはい、じゃーん、はい、これはですね、エクラプトンさんの名曲、コカイン、ダメですね、コカインコカインはちょっと日本だとダメだし、世界中でダメでしょうね。クラプトンさんってすごいですよね。コカインやったりヘロインやったりしながら、アルコール中毒になったりしても、今の年齢はちゃんとね、まだステージやってるっていうのはすごいと思います。それでは聴いてください。僕はコカインはやったことがないんで、わかんないんで、ちょっといまいち感情移入ができないかもしれないですけど、聴いてください。エリック・クラプトンの名曲、竹下敦です、コカインです。すり戻りますね。ということでですね、この曲はですね、よく放送禁止にならないなと思うんですけど、昔は一回放送禁止になったんだろうな、これはね、1977年アルバムスローハンドの中に入ってます。スローハンドってね、これ褒め言葉なんですよ。ゆっくりに見えるっていうね、手が、はい、エリック・クラプトンさんの手ってね、弾いてるのはゆっくりに見えるんですよ、すっごく。どんなパッセージ弾いて、パッセージってこう、メロディーラインのことね、弾いても、ゆっくりに見えるんです。ギタリストって、早く見えちゃダメなんですよ。ゆっくりに見えないと、いいギタリストってみんなゆっくりに見えるんです。もうエリック・クラプトンさんって、すっごいゆっくり弾いてるように見えるんです。まあ、実際ゆっくり弾いてるんですからね。昔はこう、プラプラプラ弾いてたんですけど、やっぱり年を追うごとに、音当たり単価をやっぱり考えるようになるわけですよね。なるべく少ない音でいっぱい稼ぎたいという。もう究極までいくと、B.B. キングさんですね。もうチョーキング一発で稼いじゃうっていう、なんかもうこういうね、ちょっとすいません、ちょっと B.B. キングさんに怒られちゃいますけど。もっと少なく音を厳選して聴かせるのがブルースで、そんなにいっぱいもうちょいちょい弾いちゃダメだって言いました、はい、ブルースの道は険しいですね。ということで、今宵お届けしたのはエリック・クラプトンさんの名曲コカインでした。
またね、リクエストありましたら頑張って練習して、歌って弾いて踊りますんで、それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。